られちゃった。コキ、うん、そこ絶対に行かん。クモヒール、まだまだコキ、ここにあり、よっ、大地を割る、そこ絶対に行かん。ここにあり、勝負を決めるのは人だから。コキ、まだまだ、そこ、バッケン三系、上段する、クモキール、絶対に行かん、隠れろ、ランドゥの名の小説の志は朽ちることなし。絶対に行かん。大丈夫、ここにあり、あ、絶対に行かん。クララもみんな助けてスバローグ、ここにあり、あ、この程度か。ランドゥの名のもとに小説の志は朽ちることなし。遠くに行くため手段を選ばない。えい、ありがとう。危険指数低下、隠れろ、終わり。
重要なお客様ね。しっかりしなさい。ホイヤ、壊れないよ。精神の変化。この歌声で勝利を。ユニゾンが響く。悪い子ね。沈黙よ、バスを下せ。私は心にあり。私が誰、こんな大きなダイヤモンドあげるね。ルール違反よ。プルリン。契約成立。これでもう後戻りはできないわ。まだ苦しみ足りないよ。くるくる。何かを得たら何かを捨てるのよ。争いなんて消えればいいのに。はっ。今宵星々の反響。感謝してね。あっと、悪い子は誰かしら。プルリン。おやすみ。ほんの気持ちよ。気にしないで。察しがいいのね。施しがあれば請求も。契約成立。これでもう後戻りはできないわ。まだ苦しみ足りないね。くるくる。私が誰だ。こんな大きなダイヤモンドあげるね。悪い子は誰かしら。プルリン。何見てるの。何かを得たら何か。有言実行ね。その命は壊れない。精神の変化。教育の時間。くるくる。契約成立。これでもう後戻りはできないわ。まだ苦しみ足りないね。プルリン。私が誰だか。こんな大きなダイヤモンドあげるね。悪い子は誰かしら。くるくる。契約成立。これでもう後戻りはできないわ。まだ苦しみ足りないね。プルリン。欲望はチャンスを生み出すのよ。星々の反響。間に合うの気持ちよ。気にしないで。察しがいいのね。これだけたくさん戦ったなら得点は十分のはず。強砲艦のスコアボードを確認してみよう。点はもう十分みたいだな。どうだコーチ、次の強敵に挑む準備をしようぜ。よし、燃えてきた。早く戻ろうぜ。
づけばもう何試合も戦ってきましたね。どうですウルカ選手、少しは慣れてきましたか？慣れるには慣れてきたが、幻覚がますますひどくなってる気がする。本当に体に何か問題があるわけじゃねえんだよな。俺はボクサーだし、毎日頭をぶつけてるのと変わらないぜ。それは注意が必要ですよ。多くのアスリートが晩年に脳の病気で苦しんでいるんです。有機生命体の脳は本当に脆弱なんですから。そんなこと言われたらますます怖くなってきたじゃねえか。俺にはまだまだ燃え盛る青春が待ってんだ。こんなとこで倒れるわけにいくか。それに次の試合は重要なんだ。対戦相手が顔見知りってやつだからな。直接会ったことはないが、ベロブルグであの人のことを知らない奴はいねえだろ。トパーズさん、銃の石心の中でもとびきり可愛くて、私大好きです。気を悪くさせるつもりはねえが、カメリさん、俺はカンパニーが嫌いだ。あいつらは俺の故郷を売り物にしようとしたからな。ルカ選手、カンパニーは巨大な企業です。人にレッテルを貼るのは簡単ですが、結局のところ私たちが関わり合う人はみんな血の通った生命体なんです。私だってカンパニーの一員ですが、ルカ選手は私のこともお嫌いですか？いや、変なこと言って悪かった。ごめん、カメリさん。確かにその通りだ。トパーズがどんな人なのか、実際にこの目で確かめないとわからないしな。ルカ選手、カンパニーは巨大な企業です。いや、変な、確かにその通りだ。今回カンパニーの代表として出場してるみたいだ。実際俺はあの人を嫌ってるわけじゃない。ベロブルグに猶予をくれたのもトパーズだったらしいし、悪い人ではないのかもな。でもどうやら俺はカンパニーの幹部に対して本能的に恐怖を感じてる。いや、そんなもんに押しつぶされるわけにはいかねえぞ。俺らベロブルグの凄さを思い知らせてやる。ルカ、試合の準備はできた？ああ、準備できたぜ。私も撮影の準備はバッチリです。これから対峙する両者はただならぬ因縁があると言えるだろう。戦いが始まる前からすでに火花が散っている。青コーナー、ベロブルグ代表
鉄腕のルカ。赤コーナースターピースカンパニーの不良資産生産エキスパート長州の王玉トッパーズ。まさかヤリーロ6の人が銀河で活動し始めてるなんてね。この演武伝令で君に会えてとても嬉しいよ。俺も試合が楽しみだぜトパーズ。俺らベロブルグ人の底力を見せられる絶好のチャンスだからな。久しぶりだね。こんなところで君に会えるなんて思ってなかったよ。君こそベロブルグ代表チームのコーチになったんだって。本当にびっくりしたよ。請求列車、以前はベロブルグの債務問題を仲裁して、今度は彼らのために演武典礼に出場して君たちもう子供じゃないんだから、自分の足で歩いてみせたらどう？ベロブルグの人たちはいつだって過酷な環境で暮らしてきたんだ。俺らはとっくに自分の道を歩いてるさ口だけは達者みたいだね。私はベロブルグのことを悪く言っているわけじゃない。ただあの債務危機を乗り越えた後の君たちが本当に自力で立ち上がることができるのかを確かめたかっただけ。もし大物の善意にあやかって難局を乗り切っただけなんだとしたら、それは自由人になったわけじゃない。自由の権利を与えられた奴隷になっただけだからね。ベロブルグのみんなは奴隷なんかじゃねえぞ。ごめん、思ったことを言ってるだけなんだけど、ちょっと火花が散りすぎちゃったみたいだね。さあ始めよっか、ベロブルグのルカ。望むところだ、かかってこい。琥珀の王の力を借りるまでもないけど、私たちは手加減しないから。レシュはいらないと発覚を。お褒めに預かり、せっかくですからぜひ召し上がってください。彼を倒した社員には業績評価で高い評価をつけてあげる。かかれみんな、業績評価のためだ。涙雨クリティア。支援開始いたします。おや？敵データ収集、捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。ルカ選手が攻勢を逆転するか、強すぎる。相手の勢いはすさまじい。負けんな、ルカ選手。涙雨クリティア。亡者再臨。引導を渡す。火に油を注ぐのは楽しい。お褒めに預かり、せっかくですからぜひ召し上がってください。敵データ収集、捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。亡者再臨敵ターゲ、まだ立ち上がりますか。出発の時間だ。全てトーパーズ選手の部下が全員ダウンしてしまった。どうやら自ら参戦するようだ。
仕方ないか。自分でやらないといけないこともあるし。カカリオ様、今私のことなんて呼んだの？おや、どうしたんだアルカ選手、急に固まってしまったぞ。ああいや、なんでもない。さあかかってこい、飛ばず。つい結果がますますひどくなってるみてえだ。どうやら少しは本気を出さないといけないみたいだね。上の我が威厳のもとで。いた、涙。愉快な反撃の時間です。ああ涙クリティア。出発の時間だ。ああ、火力が足りない。涙雨。クリティア。誰もが優先しろ。涙雨。クリティア。お褒めにあずく、せっかくですから、ぜひ召し上がってください。敵データ収集捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。亡者再臨。ふっ、まだ終わっていない。君はよく戦ったよ。でもお遊びはこれでおしまい。涙雨。クリティア。相手が猛撃を加えてきた。この大金を決めたいのだろう。動かない方がいいですよ。発覚。敵データ収捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。涙雨。クリティア。
亡者再臨。涙雨クリティア、お褒めにあずせっかくですから、ぜひ召し上がってください。敵データ収捕捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。涙雨クリティア、支援開始いたします。おや、動く。涙雨涙雨クリティア、世界勝者は鉄腕のルカ。ベロブルグの代表が実力で自らの矜持を守った。なんと感動的なことだろうか。ちょっと、あの白フクロウはカンパニーの社員だよね。なんであんなに相手に感情移入しちゃってるの。ま、でもルカ、ナイスファイト、君の勝ちだよ。トパーゼ、戦力を出してないだろ。そんなに俺を軽んじてるのか。誤解しないで。銃の赤心にとって、いわゆる全力を出すのは命をかけて戦う時だけ。これはちょっとした試合に過ぎない。命をかけるどころか怪我だってしたくないよ。じゃないとカンパニーの防具に悪評が立っちゃうからね。君は勝った。もっと自信を持ちなよ。これはれっきとした勝利なんだから。それにはっきり言うけど、軽んじてるのは君の方だよね。まさか俺にそんな真似できるはずねえだろ。いいえ、君はカンパニーの肩書きを持つ人を全てカンパニーの犬だと、そして私たちがお金のために魂を売り渡す奴隷だと思ってる。否定する必要はないよ。そんな目をたくさん見てきたからね。カンパニーは魂なんていう中身がないものは必要としてないんだよ。求めるのは利益だけ。私の故郷はベロブルグと何も変わらない。私たちもこの残酷な宇宙でもがきながら生きて幸せをつかもうとしてる。琥珀の王の使者たちが私にチャンスをくれたように、私もカンパニーを代表して同じようなチャンスを君たちにあげた。だからわかるんじゃないかな。君と私は違ってる部分よりも似てる部分の方がはるかに多いってこと。今君たちが故郷から出て銀河中の人たちに自分たちの姿を見せたいって考えてるのは素晴らしいことだと思うよ。でもこの冷酷な銀河でより大きな危機に立ち向かう準備はできてる？まあできてるかどうかに関係なく、ルカ、ベロブルグが君たちの力だけで復興できることを願ってるよ。頑張って、もっと勝ち続けるんだよ。さて、十分楽しんだことだし、私もそろそろ行かないと。ラフではまだビジネスの話がたくさん残ってるんだよね。トパーズ、待ってくれ。ん？俺はトパーズを軽視してるわけじゃねえ。懸命に生きてる人がすごいってことは分かってるつもりだ。気にしなくていいよ。
相手に揺さぶりをかけるのは格闘技では当然のことでしょ。
演武天礼。